ポポロポーポロポポおう、弟子よ。射程。ミコにも射程ができたんだよな。気持ちいいよ。正直。快感を覚えてる。今までいなかったからね。ミコの射程になりたいと。自ら懇願してくる奴はいなかった。のんびりのんびり来る。気持ちいいよ。え、気持ちいい？ちょっと、誤解を生んだな、今。こっち側か。気持ちいいよ。え、気持ちいい？え、待って、気持ちいい？え、え、ミコ先輩？ミコ先輩、気持ちいい？気持ちいいとは？待って、でも、のんびり来る。こっち側か。気持ちいいよ。どうした、どうした、どうした急に気持ちいいよとか言ってる人いるんですけども。なおねー、はいはね、ノエルさん、ノエルさんとミコさんとまつりさんとしかすれ違ってないけど、うん、ミコさん気持ちいいおい、先輩で呼めよ、先輩っていや、でもちょっと待ってそう、気持ちいいとったんよ、だって言ってたよね、気持ちいいって言ってた、やったなって思ったなんかミコさん、やってた、そっ、え、違うよですわとか言ってたけどな違う、違う、ミコはあの後輩に、こう慕われて、あの、ね気持ちいいなって言ってたわけよ、うん、怪しいな怪しいなぁなんだこれちなみに気持ちよかったな坂又は何してたこんなことで、こんなことで疑われるなんてよ